見せた大根切り、ここがこれぞエンドランです。こちらご覧ください。8月28日ロッテと西武の試合、西武2点リードの2回表、おそらくエンドランがかかっていたんじゃないかというふうなところなんですけれども、高いボール、もう大ボールをですね、まあ、見事に1塁2塁に、ね、運んでいきましたけど、このバッティングいかがですか。よくファールにしなかったです。あ、なるほど、はい、ファールにねなる可能性も十分あるんですからね、うん、はい、やっぱりかも、でもすごいですね、顔のあたりですよね、面ぐらいしかありますね剣道の面みたいな、そうですよね、これぐらいの高さのところ打ってます、ね、まあでも完璧ですね、エンドランとしてはもう理想という、完璧完璧ですね、うん、1、2塁間に転がしていきまして、ランナーを進めたというところですけれども、里崎さんはどうですか、悪球打ちの方はどうでしたか。悪球とかないんですよ。悪球とかない、打てるところがストライクゾーンです。あ、そうか、はい、ストライクとボールは、うん、枠組みであるだけであって、バッターにとったら打てるところがストライクゾーンなんで、うん、そこがルール上のストライクかボールかって、うん、そんなのは関係ないんですよ。そうか、それは別の話なんですね。そう、別の話です。ボール出るところがストライクゾーン、そうか、ボールゾーンがもし得意だったらそれはもうストライク、そう、そこのコースが得意だったら別に多少ボールでも打ちに行けばいいし、なるほど、ね、苦手だったら、うん、ストライクに乗ってても苦手だったりして、まあ、そうですね、はい、だから真ん中低めが苦手っていうのがありますし、まあ、こういったところでも古賀選手はまあ見事なチームバッティングを見せたということで、この大根切りが非常に話題になっていました最後までご覧いただきありがとうございます。アベマバスパリーグ番組 MC の辻歩です。この番組はネットで話題のプロ野球動画を紹介する新感覚のプロ野球ニュースです。この動画の完全版をご覧になりたい方はこちらから。